あ、どうもこんにちは。いらっしゃいませ。じゃあいつものやつお願いします。いつものカツオのセットで。はい、はい、おそばは温かいの冷たいの。あ、冷たいの。冷たいの。はい、はい、下町パートのやらせてもらってます青戸のそばどころ中山そば屋です。よろしくお願いします。お願いします。まあ頑張ってもらいたいですね。頑張れ。じゃあ早速、はい、うん、523っていう感じになるんですかね。そう、練習試合を見た感じで予想してみたいと思います。じゃあまずはキーパーは、そうですね、はい、中林ですね。まあ見た感じ安定感もあるし声も出てるんでいいかと思います。ゆうか、こんちゃんか、こんちゃんかな、こんちゃん、はい、うん、熊川、ちょっととりあえずここからステイで、はい、ステイね、はい、はい、で中盤がそうですね、おお、まあいいな、調子良さそうだったんでいいなと、はい、あと若くて走れる森山君もちょっと走り回ってもらって、前が龍太、関口、順平ですかね。まあ点を取ってる龍太、一番調子のいい本人団の楠上君で、我らはキャプテン君ですかね。でサイドとか、あ、サイドが、はい、横須賀選手、はい、修徳にいたらしいですね、葛飾もね。そうですね、修徳高校青戸駅から通学してたということなんで、まさしくうちの前が通学路。絶対通ってますね。はい、確実に通ってると思うんで、うん、まあこれを見てたら横須賀くん食べに来て、若干年齢層が高いかな、まあ、うん、そんな感じではないでしょうか。選手交代はですね、まあやっぱりフォワード、お、期待の元気くん、じゃあまあターゲットマン長谷川、アタッカー期待かな。お、んじゃあ交代するならこの、はい、4-4ね、でまあ何かあればこういう感じですかね。なるほど。そしてこれで5人目でいくと、ここに変わってもまあこういう感じにもなるかなと、うん、こんな感じでいかがでしょうか。はい、スコア予想、はい、手堅く宇野ゼロ1-0で、はい、あ、龍太君が決めて、はい、決めますね、きっと決めてくれます。ガチ予想です。